高級食パンとか美容室もそうだし、固定費がかかっちゃうものを勝負しに行かないっていうのがすごく大事。こんにちは、キタルです。今日はですね、まだちょっと書いてないんですけど、はい、なんかコロさんからお題いただけるみたいで、はい、コロさんから来るお題ね、嫌なんすよちょっと面白いニュースを見まして、ちょっとこれをキタルさんに語っていただきたいなと思ってるんですけど、はい、あんまり正直乗り気じゃないお題なんだろうなと思って聞きますけど何を言えばいいんですか、はい、高級食パンっていうのが流行ってる、はい、はい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 、結構食べますよ。あ、本当ですか。うちのお母ちゃんが結構買ってきてくれるんですよ、はい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 、食パンで、はい、1000円とかかな、ふわふわ美味しい。そうなんですよ、うん、一斤で結構高めのやつですよね。店舗がいろいろこう展開されてると思うんですが、はい、オワコンっていうのでちょっとニュースが流れておりまして、流しとこ、流しいいじゃん、流しとけば俺がなんか言うことねえよ別にオワコンじゃないと思うよ。あ、でもまあ高級食パンの中でもうまくいってるところもあると思うんですけど、いやそれはそうでしょ、はい、全然ね。今回ニュースで見たのは、はい、まあ、28店舗ぐらいある都道府県でこう展開されてて、はい、それがもう一気にちょっと倒産というか、ちょっと売り上げ立たなくなったみたいなのがあったみたいなので、はい、高級食パンに限らずですけど、店舗を開けていく時のコツであったりだとか、はい、まあ、こういう感じにしたらよかったんじゃないのみたいなのがもしあれば。俺最近 YouTube やりだしてから、はい、非通知で店に電話がかかってきて、社長だってとかいう電話すげえ怖いんですよ。もう生きたお持ちがしないんですよ。これをね、一例でちょっと北田さんの観点であったり、はい、僕からの質問でちょっと答えてみてもらおうかなと思って。わかりました。どういうお話をさせてもらえばいいですか。あ、僕からちょっと聞きたいなと思うのは、はい、例えばまあ高級食パンが流行ってるとか、はい、それこそこれ売り上げが立ちそうって思ったものの店舗を広げる前にまず考えてほしいこと。なるほどね、はい、なんかこういうことをちょっと考えた上で広げていかないといけないよっていうのは、はい、高級の級って高級、はい、食パン、はい、僕だったらっていう部分だよね。そうです。広げるときに感じ、はい、っちゃっていいですか。はい、すんごい乗り気じゃないです。大前提うまくいってる人もいるし、あ、そうです。もし北原さんがやるならこうするかっていう、はい、大前提でうまくいってる人もいるということを、はい、まず、ご了承いただければと思います、はい、まずですね、最重要項目、はい、ということで、まずこの2つ、初期投資の確認をしてくださいと。初期投資がちゃんと回収できる見込みがあるのかどうなのかっていう部分ですね、うん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 、1店舗あたりね、いくらかかってそれがちゃんと回収見込みがあるのかどうなのかっていうのがめちゃめちゃ大事です、うんうん、でもちろん最初は回収できるっていう見込みでやると思うんですけど、例えばそれが一時的なブームだったりで、そこのブーム値に対して回収できそうっていうふうにやってしまうと、思っていた市場とのバランスが崩れて、要はルールチェンジが起きた時に広げすぎてしまったために回収できんくなったっていうケースってザラにあるんですよね、うん、例えばその初期投資が、ちょっと前の動画で僕タピオカ屋さんの話をさせてもらったと思うんですけど、タピオカ屋さんって1店舗50万とかで出店できるんですよ。で1店舗50万とかで出店できるんでしたら、バカスカ作ればいいんですよね、うんうん、50万の回収ってそんなに難しくないんで。僕の知り合いがタピオカ屋さんをオープンさせたんですけど、3日で回収したらしいですよ。へー、3日、はい、だから3日で回収したら、あといつ撤退してもいいじゃないですか、はい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 、でも今日上がっている高級食パンっていうお題のね、うん、パン屋さんだと、あれどれくらいかかるのかな、1店舗1000万とかかかるのかな。あ、調べてみたくなりますね。ね、多分店舗ごと焼けるようにしてんじゃないかな、はいはいはい、これがですよ、セントラルキッチンがあって、朝焼いて各店舗に届ける、で各店舗は売店だけで、セントラルキッチンの回転数が半端なくあるとかっていう風になるといいんですけど、そうするとその機械での回転数を上げるために同時に作れる機械台数分とかって結局必要になってくるから、前もって焼いてたらもう高級食パンの焼きたてとかふわふわとかふかふかっていうのが歌えなくなっちゃいますよね。だからビジネスモデル的にすごく怖い段階、要はブームが来ているっていう怖い段階で、1000万近い投資が会社としてデカすぎるっていう案件だから撤退を余儀なくされてしまうっていうのは、普通に市場を見て日常茶飯事で起きていると思います、うん、それでもタピオカ屋さんの話がすごいみたいに、はい、まず失敗しないためにはそれさえ回収できちゃえばあと安心ですもんね。回収してあといつ撤退っていう、うん、ただ僕はねこういう考えあんま好きじゃないんですよ、うん、学生さんがお小遣いをとかでアルバイトに来ている場合だったらいいんですけど、うんうんうん、これがですよ、
社員とかの区画だとなかなかちょっと簡単に撤退ってちょっとしにくいじゃないですか。できないですね。だからそういう自分自身の中にある感性とか価値観にもよってこう耐えられるのか耐えられないのか、うん、コロさんちなみになんで今日高級食パンのお題を僕に持ってきてくれたんですか、このクソ話しにくいとかそもそも高級食パンっていうのがブームになって僕も聞いてた、はいはい、店舗をバッと広げたと、はい、その広げた店舗の社長さんがやっぱり売り上げが上がらないっていうことで、まあ、ちょっと倒産であったりだとか。倒産してるんですか。あ、倒産してるみたいです。それニュースでやってたんですか。そうですね。でこれは面白い、北原に語らせるべきだと。最近そういうの見たら北原さんとどう思うやろとかどう考えていくんだろう。俺ね基本的にどうも思わないよだって人様のビジネスだもん明日は我が身だもん基本的に、ね、なんかそれぞれによってこう発想があったりするのかなとは思ってまして、はいはい、1年から2年で回収できるようなビジネスじゃないと新規ビジネスって参入しないんですよ、うんうんうん、基本的になんか話題性あるトレンド性があるビジネスって絶対参入しないんですよ。それよりももう昔ながらにある市場でどう再現性高く勝つかっていうことしか見てないんですよね、うんうん、ちょっと前ね動画編集っていう副業がバーってブーム来て、うん、動画編集のスキルを身につけろっつって今動画編集騒いでないじゃないですか、うんうん、みんながやりだしたから値崩れ起きてるんですよね、うん、でこの高級食パンも値崩れが起きるんですよ。僕はもう前からあって前からその価格が一律で取れてるものに対してどう攻略していくかっていうふうにやるとそもそもブームっていう勝負にならない。もちろん、今後そのブームに乗ることもあると思いますよ、うん、ただその時ってのは少額で投資して回収見込みがあるのを広げ切ってすぐ売ってしまう、売却するか、うん、黒字の状態にしてすぐに引く、損切りをちゃんとやるってことをしますね。それが2個目にある一時的なブームではないかっていうところ。ここ一時的なブーム性があるものに対して乗っかっちゃうと怖いっすよね、うんうん、さっきタピオカ屋さんで50万って話しましたけどその50万も人によってはねめちゃめちゃでかい50万かもしれないじゃないですか。人によって金額感っていうのは全然違うから、その一時的なブームじゃないのかどうなのかっていう見極めはものすごく大事ですね、うんうん、これ例えば、はい、このブームを、はい、なんか一時的なものかどうかもわからない場合とか、はいはい、なんかこういうのって調べるときにどうしてるとか。コロさんがおっしゃった通りに、うん、最近聞くようになってきたなって言ってすぐの参入ってのはしない、はいはいはい、最近聞くようになってきたなって段階でもう遅いっすね。自分が作る頃にはもう市場が広がってしまってる、成熟してる可能性があるんですよ、はいはい、だからその段階じゃ遅いんですよ。自分から情報をキャッチしに行くとかっていうのも大事やなと思うんですけど、はいはいはい、情報をキャッチしに行ってもうそこの最先端のものを感度高くセミナーを受けに行ったり聞きに行くっていうのはものすごく大事で、これがね固定費がかからないものだったらいいんですよ、うんうんうん、固定費がかかっちゃうから高級食パンとか美容室もそうだし、うんうん、固定費がかかっちゃうものを勝負しに行かないっていうのがすごく大事、うん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 、なるほどですね。今固定費とかも出してもらったと思うんですけど高級食パンもそうなんですが、今みたいなこういう重要な項目を抑えてじゃあ北原さんだったらどうするかっていうところを教えて、はい、ちょっとお話本当は語りたくないんですよ後出しじゃんけんみたいじゃないですか。僕だったらどうするのかっていう部分をちょっとお話をさせていただきます、はいはい、そもそもまずお金かけない、うんうん、これね本当大事。内装がうんたらこうたらとか、うん、全部を店舗の中にパンを焼くシステムを搭載しないとかね、うん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 、僕だったらまずセントラルキッチンみたいなのを作っちゃうかもしれないですね。1店舗は最初作ると思うんですよ。投資して回収できなくてもいいや大丈夫だっていう範囲で、うんうんうん、コロさんが見られたニュースって何店舗やってるんですか。28店舗ぐらい。ああ、1店舗1000万だとしても2億8000万じゃないですか。例えば売店だけ、うん、パンを並べて売店だけだっていう風になったらもう内装費用かかんないんですよ。1個のセントラルキッチンだけで済むんですよね。だからお金をかけないと。あと既存に追加、これ既存に追加ってどういうことかっていうと、既存のパン屋さんに高級食パンってやってみませんかって言って既存のパン屋さんの設備で焼けるものを提案する。これ何が起きるかっていうと1円もかかんないんですよ。なんなら高級食パン取り扱ってますっていう看板だけで済むんですよ、はいはいはい、だから僕はこの既存に追加っていうのはすごくおすすめ、うん、あと、まあ、さっき言った広げすぎないっていう部分ですね。1店舗ぐらいで持っておいて別パターンの模索っていうのがすごく大事。1店舗持っているからこそ既存に高級食パンっていうのを下ろせるんですけどとか、うん、高級食パンでかつビジネスの方法とかっていうのを語れるわけですよね、うん、既存店舗を巻き込んだ FC 化っていうことをやるかもしれないですね、うん、僕だったらそういう戦い別パターンの模索します、はい、別の提案方法があると何がいいかっていうと相手にも大きなリスクを背負わせないっていうことができるし、うん、ちょっとパンって作ったことがないんで分かんないんですけど、うん、僕だったら消耗品を通販で抑えるんですよ、はいはいはい、パンってねなんかこう
小麦、うんうん、小麦ですね多分。小麦とビフィズス菌みたいな。なんかビフィズス菌は多分ヨーグルトっていう、ヨーグルトになっちゃう。これを使うとめっちゃいいよっていうものを通販で卸して家庭でも高級食パンをとかってエンドユーザーに持っていっちゃうかな。あ、うん、それこそなんか今自宅でパン作れる家電みたいなのありますもんね。そう、それなんですよ、はい、実はこの高級食パンって僕ちょっとわかるんですよ。なんでわかるかっていうと、うちのお袋はねすごく買ってきてくれてたんですよ、はいはい、でもそれ最近買ってこないなと思って、はいはいはい、何買ったかっていうと、ベーカリーのお袋も家でパン焼こうって言って本体買ったんですよね。あー、なるほど。でなんか多分そっちに行っちゃってるかもしれないですね、うんうんうん、やっとしたらもうそっちに対して素材提供するじゃないですけど、はい、こういうの使ったらいいよっていう通販とか、あとはその高級食パンのメニュー化の方法とかっていうのを売ったりとか、集客の方法はこうだよって講座を売ったりとか、うん、そっちに持っていっちゃう。店舗で勝ててる時はいいけど、巻き返しを食らった時にリカバリーができない領域までは広げないっていうのはすごく大事かなと思ってますね、うん、ありがとうございます。今日ちょっと話してもらったのは、まあ、今回の高級食パンに、そう、高級食パンしてもらって、いや話しにくいわ高級食パン。まあでもなんかお話いただいたことは別に他のビジネス事業でも全然使える内容ではあるのかなと思いますので、はいはい、今回は多分ちょっとこの動画の見せ出し方、高級食パンオワコンみたいになってるかもしれない。いやもうね、サムネが怖いわ俺マジで。お願いします、なんか北原はいつもヒヤヒヤしてます。ちょっと皆さん、あの見ていただける方は、もしかしたら初めて見てもらう方もいるかとは思うんですけど、はい、全部のちょっと共通する、はい、あの考え方、そうですね、全部に共通します。で、はい、実際に高級食パン残っていくと思います。勝つところは勝ち続けると思います。ただ、うん、勝ちにくいエリアに出しちゃったりとか、ブームだからそっちまで行っていたっていうエリアに関してはちょっと撤退が余儀なくされるかなっていう部分が多分出てくると思います、うんうんうん、そこに対してどういう判断をするのかっていうのが広げたところに関してはね、うん、大事になってくるんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあこんな話ですね今日は。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。本日もありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方と、高評価の方をよろしくお願いします。今回もありがとうございました。